スーパーマーケットがセルフレジを悪用した万引き被害に頭を悩ませている。バーコードの読み取りや精算を客が自ら行うセルフレジは人件費削減への期待などから普及が進むが、万引き犯に人の目の少なさにつけ込まれた格好だ。故意の万引きと悪意のない精算ミスを見分けづらい難点もある。店側はレジに客を撮影するカメラを取り付けるなど対策を急ぐ。河津優やピッという音を聞いてレジを通ったと思った。今年2月、北九州市のスーパーでウイスキーなどを盗んだとして福岡県警に窃盗容疑で現行犯逮捕された中学校の男性教員60歳代は当初こう供述した。事件はセルフレジで起きた。警察の調べに男性教員はバーコードを読み取った目を聞いたと主張して否認した。しかし調べが進むと容疑を認め、前日と前々日にも同様の手口で商品を盗んでいたことも判明。男性教員は不起訴となったが3月に懲戒免職された。全国スーパーマーケット協会東京によると、セルフレジは2003年に大手で導入が始まった。21年の調査では客がすべての操作を行うフルセルフレジを置く店の割合は19年の 11.4% から21年に 23.5% へ上昇。店員が商品をレジに通して精算は客が行うセミセルフレジも合わせるとさらに身近になっている。人手不足に加え新型コロナウイルスの影響で店員と客の接触を減らす傾向も普及を後押しする。その反面で NPO 法人全国万引き犯罪防止機構の担当者はセルフレジを導入した後に万引き被害が増えたケースが目立つと懸念を示す。セルフレジの特徴は非対面非接触にある。その利点ゆえに店員の目は届きにくく、万引き犯は大胆な犯行に走りがちだ。20年6月、熊本県宇城市の店舗でアイスクリームを盗んだ疑いで男性消防士20歳代懲戒免職が現行犯逮捕された。その手口は8個の商品のうち4個をリュックに入れセルフレジで精算せずに持ち出そうとする単純なものだった。